中,中は日本海軍の軽巡洋艦。川内型軽巡洋艦の三番艦。艦名は栃木県、茨城県を流れる中川にちなんで命名された。艦内神社は広大神宮からの分子。浸水絵はがきには中川と筑波山が描かれた。太平洋戦争序盤は第四水雷戦隊機関として活動。年。 昭和17年4月のクリスマス島攻略作戦で損傷。復帰後は第14戦隊機関として輸送、護衛任務に従事した。1944年昭和19年2月17日、京準洋艦阿賀野救援のため出動したところ、トラック島空襲に遭遇、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて沈没した。大正時代の日本海軍は、 7000トン以上の巡洋艦を1等巡洋艦7000トン未満の巡洋艦を2等巡洋艦と類別していた大日本帝国海軍艦艇類別編戦1921年大正10年3月19日建造予定の2等巡洋艦4隻川内型形巡洋艦にそれぞれ過去中川内人数の艦名が与えられる6月9日 4隻、過去、中、川内、人数は2等巡洋艦として、艦艇類別等級別表に登録された。同年9月、日本海軍は、知床型旧油艦沙汰を建造した横浜選挙。後日三菱重工業横浜製作所に2等、巡洋艦1隻、中と、交艦1隻を発注する。川内は1922年、大正11年2月26日、 長崎三菱造船所、中は同年6月10日、横浜選挙もしくは6月14日、人数は同年8月4日、神戸川崎造船所で、それぞれ寄港した。だが、佐世保海軍交渉で、建造予定の川内型軽巡タコは、同年3月に建造中止の通達があり、10月9日に一等巡洋艦、過去型、古高型過去として、 神戸川崎造船所で建造されることが正式に決まった。これをもって過去は二等巡洋艦、川内型形順から一等巡洋艦に類別変更され、川内型形順洋艦は三隻、中、川内、人通となった。前述のように、中は過去型形順の二番艦、過去、中、川内、人通として、横浜選挙で建造が始まった。 だが1923年、大正12年9月1日の関東大震災で被災。被災当初の火災は沈下したものの、桜木町方面からの炎焼により、横浜選挙は施設の大部分を消失。同年10月10日浸水。横浜選挙側によれば9月2日、浸水計画を予定して、建造最終段階の船体は、板儀の消失により、仙台上に落下して、 右に傾いた。復旧の見込みなしと判定される。また、周辺の工場も大被害を受けた。日本海軍側は他社に再建造させる意向だったが、横浜選挙側の要請により、同社で再建造することが決まる。旧中は解体の上、川内型3番艦として、改めて寄港し、1924年、大正13年5月24日に工事再開。 1925年、大正14年3月24日、海軍大臣大理安保、清和海軍時間列席の下、午後4時30分に浸水。最初の気候から約3年が経過した11月30日に収益した。その際に、監視形状をスプーン型からダブルカーブド型に改めている。1927年、昭和2年8月24日、 島根県美保の関沖で行われた夜間無投下演習において中は第五戦隊、第一小隊、過去、古高、第二小隊、人頭、中を編成。また中には幹線武官として伏見宮広義雄が上官している。夜間演習では第一戦隊、長戸、道の区、第三戦隊、絹、阿武熊、第四戦隊、金剛、比叡、伊勢、 日向、第六戦隊、ゆら、たつを、仮想的に見立てて接近中、戦艦伊勢及び慶順ゆら、たつ等から照射を受けた第二小隊、人数、中は、距離を取るべく右に点打。すると二隻は、後続していた第五戦隊第一小隊、過去、古高及び、第二水雷戦隊、機関夕張り、第十六駆逐隊、第二十七駆逐隊、騎士、わらび、足、 すみれの一軍に突っ込んだ。人通と第二十七駆逐隊二番艦わらびが衝突。わらびは沈没。それを避けようとして左に転出した中は衝突艦を避けようとして右に転出していた同駆逐隊三番艦足の左舷後部に衝突し、両艦ともに大破した。自力航行可能だった中は戦艦比泳と従順古高に護衛され損傷激しい人通は 従順か小声かで、戦艦混合に栄光され、足は、慶巡阿ぶくに栄光され、それぞれ祈祷した。後に、事件当時の神通の艦長だった、水木刑事大佐は自決した。これを、見穂本関事件という、修理にあたって、神通の艦首は、中と同様の形状に改められた。1935年9月25から27日、中は、 第四艦隊事件に遭遇した。第四水雷戦隊機関中は、第十一駆逐隊、初雪、白雪、第十二駆逐隊、白雲、薄雲、村雲、第七駆逐隊、塩、明けの、おぼろ、第八駆逐隊、天霧、夕霧を率いて、練習を行っていた。九月二十五日、初雪で出者一名が発生、中は、 これの際、油断体的な主を明記せよと各館に注意した。9月26日夕国、公天により、駆逐艦夕霧が艦首を切断、行方不明27名。その救援中に、初雪より SOS が発せられる、艦首切断行方不明24名。夜が明けた後夕霧は、軽巡大いに、初雪は、従順羽黒に栄光され、大港へ向かった。 この事件で中は若干の損傷を受けた。1937年の日課事変時においては第二艦隊に所属し作戦活動に従事した。1939年昭和14年11月15日第二水雷戦隊機関は中から人数に変更された。中は新編の第四水雷戦隊に編入される。11月25日 第一水雷戦隊司令官、栗田武雄少将は、第四水雷戦隊司令官に命された。栗田は11月29日より中に、正気を掲げた。1941年には、姉妹艦の人数と共に、雷装の強化が行われ、93式酸素魚雷の発射能力を得た。1941年、昭和16年11月26日、中は、 第四水雷戦隊、司令官、西村昌司少将の機関となった。当時の第四水雷戦隊には、第二駆逐隊、司令、立花の正尾大佐、村雨、寂だれ、夕立、春雨、第四駆逐隊、司令、有賀工作大佐、嵐、萩,萩風、の分け、舞風、第九駆逐隊、司令、佐藤康雄大佐、朝雲、夏雲、峰雲、三雲、三雲 第24駆逐隊、司令、平安康大佐、海風、山風、甲風、両風が所属していた。だが、第4駆逐隊は、南方部隊指揮官、近藤信武第二艦隊司令長官が率いる、南方部隊本隊、機関、あたごに引き抜かれる形で、同部隊に所属しており、第4水雷戦隊の直卒下にはなかった。なお、戦争が起きなければ、 第2駆逐隊と第24駆逐隊は4水線から第1、水雷戦隊、機関、阿武隈へ転出。その代わりに、浅潮型駆逐艦4隻の第8駆逐隊、浅潮、万潮、大潮、荒潮及び、遊雲型駆逐艦を機関とする第10駆逐隊、周雲、遊雲、剣雲、風雲が4水線に配備され、中の指揮下に入る予定であった。 太平洋戦争初戦では、高橋伊望中将を率いる第三艦隊の一員として、フィリピン南部への進攻に参加し、陸軍第48師団を運ぶ輸送船を護衛した。その際、米陸軍航空軍の攻撃により軽微な損傷を受けた。また、第9駆逐隊三軍は触来して、損傷、同駆逐隊は事実上三隻編成となってしまった。 三分は5月15日に9かけるから除九1942年、昭和17年1月、第四水雷戦隊は、ランインへの進攻に割り当てられ、クレ第2特別陸戦隊と、坂口主隊を、タラカン及びバリクパパンへ送る戦団を護衛した。1月10から12日、タラカン島攻略作戦に従事する。12日午前9時30分。 タラカン守備隊降伏という報告を受けた、西村少将は、中井家四水戦と総会隊を率いて、タラカン港へ侵入、総会艇に、機雷除去を命じた。ところが、砲台は沈黙しておらず、第十一総会隊、司令山、熊和義陣中佐、第十三号総会艇、第十四号総会艇は十分以内に撃沈され、司令を含む百五十六名。 生存者53名が戦死。油断していた中と、第二駆逐隊は何もできなかった。夜、脱出を図るオランダの不設艦、プリンス・ファン・オラニエオ4水戦機下の駆逐艦山風と、第38号小艇が撃沈、4水戦の士気は回復した。1月23日、ボルネオ島のバリクパパンで部隊を上陸させているとき、船団は断続的に空襲を受けていた。 19時30分、オランダ軍爆撃機1機が輸送船南山ルを爆撃して炎上させ、船体砲機に追い込んだ。24日0040分、悪天候のため浮上中であったオランダ海軍の潜水艦が中に対して、魚雷4本を発射した。0時45分、中南西約 1km に停泊していた輸送船鶴田丸が、ひ上みなりし沈没。西村提督は、 中と駆逐隊及び哨戒艇部隊に対し系、ザバイブの追跡を命じたが、失敗に終わった。この後、中及び第2駆逐隊、第9駆逐隊は、白地東海面の哨戒を実施するが、北上してきたアメリカ海軍第5任務部隊の駆逐艦4隻、ジョン D ・フォード、ポープ、パロット、ポール・ジョーンズが、護衛のいなくなった船団を攻撃して輸送船を、 激沈していることに気付けかかった。米艦隊が脱出した後、西村提督は、敵潜水艦、魚雷艇に対し警戒を厳にせよと、加齢している。戦団は輸送船5隻沈没、鶴ヶ丸、呉れ丸、スマウラ丸、タツカミ丸、小海艇37号沈没、輸送船2隻、熊川丸、旭山丸損傷という、大きな損害を受けた。本海戦日本側、 故障バリクパパン沖海戦、連合国軍故障を任す猿海戦は、アメリカ海軍にとって、太平洋戦争初戦における数少ない勝利であり、大々的に宣伝した。なお本海戦で沈没した、小海底37号は9、もみ型駆逐艦美士であり、同艦は、日本の石事件において、第27駆逐隊員一番艦であった、中は 27×3 番艦足と衝突。 1942年2月末、ジャワ島占領のためジャワ島東部へ、陸軍第48師団と、坂口市隊を輸送することとなり、第5戦隊、那智、羽黒、ろ、両校、第2水雷戦隊、機関、人通、第4水雷戦隊、機関、中などからなる護衛艦隊が、その護衛に就いた。2月27日、輸送艦隊は、 マカスサル海峡を南下して、ジャワ海を航行していた。連合国軍のアブダ艦隊はこれを迎撃すべく、スラバヤを出撃したが、連日の戦闘配置により、乗員の疲労が高まっていたことあり、カレルドールマン司令官は補給のため一旦艦隊をスラバヤへ帰還させることにした。基地航空隊から敵巡洋艦五隻駆逐艦六隻接近の報告を受けた第五、戦隊司令官、 高木武夫少将は、第5戦隊、那智、羽黒、第2水雷戦隊、神通、第16駆逐隊、摂風、時津風、初風、天津風、臨時編入管、潮、さざ波、山風、甲風、第4水雷戦隊各隊に戦闘準備を加齢する。12時5分、現地時間。以下同じ、那智の推定が、連合軍艦隊を発見し、 日本艦隊に位置を通報した。第四水雷戦隊も輸送船団の護衛を赤高に任せて敵艦隊に向かう第五戦隊に合流しようとしたが、連合軍艦隊が輸送船団の攻撃に向かっているのか、帰還しようとしているのか判断しかねており、四水戦は反転して一旦輸送船団護衛に戻った。一方、連合軍艦隊はスラバヤに入港しようと、 したところ日本軍船団発見の法を受けて反転。日本艦隊もナチキの報告を受けて、敵艦隊との快適予想進路を取った。第4水雷戦隊は、ナチキの電報を受信するのが遅れ。西村司令官は、船団声を、第24駆逐隊司令と指揮下2隻、海風、夏雲に任せると、中、第9駆逐隊、朝雲、峰雲、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、 春雨、夕立を引き、第五戦隊、第二水雷戦隊の後を追って、予想快適地点へ向かった。16時、1750、五路第四水雷戦隊は、戦闘戦域に到着、退避する人数以下、第二水雷戦隊の前を突っ切って、連合国軍艦隊に接近した。四水戦は、距離1万5000メートルで一斉に27発の巨雷を発射。 人数は四水船の外側から魚雷四本を発射したが、いずれも自爆。だが、日本側は大口警報か嫌いの爆発とみて、混乱する。遠距離砲線を繰り返しながら時間が経過していくうち、連合軍艦隊が体制を立て直すために変身したのを見て、高木少将は全軍突撃せよをかれした。日本艦隊は4戦、四水船、二水船。 第5戦隊という順番で突撃を開始。機関中は連合軍艦隊に距離12000メートルまで近づくと、魚雷4本を発射して、機体4水戦の個体である、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、夕立、春雨と第9駆逐隊、朝雲、峰雲はさらに接近する。第2駆逐隊は距離1万から7500メートルで魚雷を発射。 佐藤康夫を 9× 指令指揮下の第9駆逐隊、朝雲、峰雲は距離6000メートルまで近づいて魚雷を発射したが、これらは命中しなかった。しかし、ドールマン少将が永住順エクセターを期待させるために、A 駆逐艦2隻、エレクトラ、エンカウンターに攻撃を加齢し、A 駆逐艦2隻と第9駆逐隊、朝雲、峰雲は3000メートルで砲線を交えた。 第9区地区隊、朝雲、峰雲はエレクトラを撃沈、エンカウンターを期待させたが、朝雲も損傷した。この頃の戦闘海域は、砲園と煙幕と日没が重なって視界は極度に悪化。日本艦隊司令官たちは、輸送船団の反転と、核地区隊の集結を命じた。スラ場ヤ沖海戦はその日の日没後、及び3月1日にも戦闘があったが、 これらに四水戦は関わっていない。また2月28日には、四水戦機関の第二駆逐隊、メがオランダの病院船オプテンノールと遭遇して、これを打破し、駆逐艦天津風に引き渡している。3月、第四水雷戦隊は、ジャワ島とセレベス島の間の海域の紹介任務に着いた。その頃、インド洋では、ナグ機動部隊、司令長官、 名雲忠和中将、機関、赤木に所属する、第二航空戦隊、司令官、山口多門少将、空母総流、飛流及び、第三戦隊、第二小隊、三番艦春名、四番艦混合、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風の8隻が、別動隊として、機動部隊本隊から分離していた。二航戦、総流、 飛竜の護衛に十七かける二招待、浜風、磯風を残し、戦艦二隻、金剛、春名、駆逐艦二隻、谷風、浦風の四隻は三月七日早朝に、クリスマス島へ、艦砲射撃を行う。圧倒されたイギリス軍守備隊は白旗を掲げた。だが四隻は白旗を放置してクリスマス島を去った。山口司令官から報告を受けた、司令長官は、 クリスマス島の攻略は昇兵力をもって容易に実施可能と結論付けている。3月15日、第16戦隊司令官、原武三郎少将、3月10日まで、第5水雷戦隊司令官を指揮官とするクリスマス島攻略部隊が正式に編成され、3月31日の攻略を目指した。主体、第十六戦隊、名取、ながら、警戒隊、司令官、 西村正治少将、第四水雷戦隊中、第九駆逐隊、第一小隊、峰雲、夏雲、小海底二隻、熊川丸、君島丸、第二十四特別根拠地隊文献隊、補給部隊、明けぼ丸、さらに第十六駆逐隊天津風という、兵力部署であった。本海戦に参加した、駆逐艦天津風の艦長、原田明一中佐は、攻略部隊機関は、 中と改装しているが、中は警戒隊機関である。攻略作戦中の3月31日早朝、軽巡三隻、名取、ながら、中は、水上偵察機を投入して、偵察、紹介、対地支援攻撃を行った。午前8時、クリスマス島守備隊は白旗を掲げ、警戒隊、輸送船は、入り泊して、陸戦隊の揚陸を開始する。 20時30分、天津風が到着して、対戦紹介に加わった。4月1日18時、4水戦、中、峰雲、夏雲は、クリスマス島北方海面を紹介していた。この時、潜水艦、シーウルフが本艦を来撃した。魚雷一本が、中宇原中央部に命中して大破。一時航行不能となり二隻、天津風。 小海底十四号が護衛した。中は、ナトリに栄光され、護衛部隊、夏雲、峰雲、長月、水月と共に、ジャワ島、バンタム湾へ退避したが、途中で、自力航行可能となり、四月三日昼過ぎに到着した。クリスマス島攻略部隊は四月三日の、ナトリバンタム湾到着をもって解散。中、夏雲、峰雲は四月二日府で除かれる。 4水泉、中、夏雲、峰雲は4月6日に、バンタム湾を立ち、シンガポールへと移動だ。4月10日以後、西村司令官は、中を工作艦朝日に託し、第4水雷戦隊機関を、駆逐艦夏雲に変更して内地へ向かった。また、艦隊の再編により、第24駆逐隊、海風、航風、山風、両風は、第1水雷戦隊へ転出。 第8区畜隊、朝潮、嵐潮、大潮、満潮5月15日除籍が第4水雷戦隊に編入された。中修理中の5月9日、長良型軽巡洋艦4番艦の由良が第4水雷戦隊に編入された。5月20日、4水戦機関は夏雲から由良に変更される。一方、中は6月3日にシンガポールを出発。 台湾マコウ士を経由して12日に、横須賀帰着。15日府で第四水雷船隊から除かれた。6月21日、舞鶴市に到着。舞鶴海軍交渉での修理に入った。当時の舞鶴海軍交渉は、秋月型駆逐艦間2隻、秋月、初月、夕雲型駆逐艦複数隻、島風型駆逐艦島風の建造、軽巡洋艦や、 駆逐艦複数席、薄雲、大塩、霞、8月13日舞鶴木、知らぬ日、9月3日舞鶴木、初春、11月6日舞鶴到着。等の修理整備工事を抱えており、本館の修理と改造もその中で行われた。近代化改装にあたっては、5番手法が撤去され、 5番手法の位置には12.7センチメートル連装広角砲1機が搭載された。小発動艇を4隻搭載、中間ン以下の減装を閉塞するなど、輸送作戦や、対空戦闘に対応する回収を実施して、その訓練に従事する。1943年、昭和18年3月31日、修理完成。1943年、 昭和18年4月1日、京樹二洋艦二隻、中、伊須図で、第14戦隊が新編される。ただし伊須図は、第3次ソロモン海戦等で受けた損傷を、横浜で修理中だった。第14戦隊は、第4艦隊、4月5日より、司令長官、小林人志中将、機関、鹿島に所属することになり、夕張が、同艦隊から除籍された。 十四戦隊司令官、伊藤健三少将は本館に、正規を掲げた。四月五日、中は、舞鶴港を出港、訓練や紹介を実施しつつ内海西部を経由して、横須賀へと向かった。四月二十五日、本館は、駆逐艦三隻、しぐれ、有明、長波と共に、空母二隻、運用、沖高を護衛して、横須賀を離れ、四月三十日に、 トラック諸島に到着した。5月から6月の間ヤルートへ進出した。6月18日、ヤルートでの警戒を終えてトラック白地へ戻った。一方、修理を終えたイスズは、空母、費用の栄光を実施した後、第3戦隊、金剛、春ナや空母、流頬等と共に、横須賀を出発21日にトラック白地へ到着。 第14戦隊はようやく定数2隻を揃えた。同日、連合艦隊司令長官は、戦艦山と、第14戦隊、第16戦隊、名取、絹、熊、巡洋艦部隊、阿武熊、カシ子ア青葉、川内各艦の水上偵察機、整備兵をパラオに派遣し、対戦紹介に従事するよう命じた。中水上偵察機はパラオへ移動途中の7月4日。 ソロール島で故障して使用不能となった。6月22日より第14戦隊はトラックからナウルへの兵員輸送を命じられた。この輸送作戦のため第4水雷戦隊より、軽巡ながら第16駆逐隊、プウと第17駆逐隊、浜風、谷風、第27駆逐隊、有明22日筆しぐれと交代が選抜され、 第14戦隊、中、伊子と行動を共にする。第1次輸送隊、中400名、伊子図453名、浜風70名、谷風70名は22日、第2次輸送隊、長良350名、節風70名は23日、第3次輸送隊、シグレ69名、苦戦艇28号、秋葉山丸50名は24日にそれぞれトラック白地を、 出発、25日から26日から29日、ナウルる二28日午前マイナス28日午後マイナス7月3日、トラック白地帰着という輸送任務を達成した。続いて、中特地区間朝賀木は7月17日より、トラックから未ーの輸送任務に従事した。この第66警備隊後発隊、約600名は、 空母昇格に便乗して7月15日にトラックへ到着した部隊であった。胴体は7月20日にミリカン礁へ到着、先見隊600名と合流した。8月15日、アメリカ軍はベララベラ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いは緊迫の度合いを増した。同日より鈴はラバウル方面に緊急輸送を実施する。8月25日、 巡洋艦2隻、中、高尾及び、第24駆逐隊、海風、両風という戦力で、ラバウルへの輸送任務を実施。29日に、トラックへ戻った。9月は3日から、兵員輸送を行う輸送船2隻、日枝丸、富士山丸をトラックからクエゼリンへ護衛する。さらに第7駆逐隊サザナミが、途中まで同行した。7日に、クエゼリンへ到着。 引き続き、マロエラップへの兵員輸送に従事。12日、中特選艇2隻、輸送船カトリマル等はにて、米潜水艦、パーミットの来撃により損傷した、特務艦レトこと特設航空機運搬艦、藤川丸の救援に赴いた。なお救援中にパーミットから来撃されたが、巨雷は、中下限30メートルを通過するなどして、命中しなかった。 知床はカトリマルに栄光されて、クエゼリンへ向かい、藤川丸は自力で、両都、ロイコールナムル島へ向かった。19日からは見れ、ウオッツへの兵員輸送を行った。10月5日、連合艦隊司令長官は、第14戦隊司令官、伊沢少将を指揮官として、陸軍第17師団の南東方面派遣任務、超4号輸送部隊の編成を加齢した。 中を機関とする、舞台戦力は、第14戦隊、中、伊す津、軽巡2隻、基礎、玉、駆逐艦3隻、の分け、舞風、三雲、輸送船団、栗田丸、ヒエダ丸、五国丸、成長丸であった。上海から開港された第1輸送部隊、基礎、玉はトラック白地で、駆逐艦渦木を合同後、ラバウルへ向かうが爆撃により基礎は損傷。 駆逐艦2隻、うずサミダレれの救援を得て、ラバウルへたどり着いた。23日府で、軽巡2隻、基礎、玉は定4号輸送部隊から除かれた。第二輸送隊、中、伊須津、三雲、五国丸、成長丸は10月11日に、トラック白地を出発、上海市へ向かった。途中、伊須津は、ひこみなりした旧カテカンマミアの救援に向かい、 艦隊から分離した18日上海機。10月21日、第二輸送隊はトラックを出発。10月22日、輸送船団は東、シナ海で敵船に襲撃された。2隻、中、3軍は爆雷攻撃を行った。この米潜水艦はシャードであった。中右玄側に魚雷1本が命中していたが、不発だったという。28日、 トラック白地へ到着する。同地にて、戦力の再編が行われ三運は、第3輸送隊のわけ、毎風、日竹島る、新井丸に、編入、大艦として、第17駆逐隊の影廊型が駆逐艦2隻、磯風、裏風が、第2輸送隊へ編入され、中の指揮下に入った。11月1日、第2輸送隊はトラックを出港した。11月3日、 第2輸送隊は、カビエンの北60海里にて、アメリカ第13空軍所属 B-24、爆撃機の米40機の空襲を受け、機重装者により中は14戦隊主席3謀以下、戦士7名、重傷者20名という損害を出し、他に特設巡洋艦清澄丸が、被弾浸水して、航行不能となった。資金団の水柱で、 中の姿が覆われたため、伊須津川は中が撃沈されたと思ったという。空襲後、伊須津は、成長丸の栄光を、実施、三席、中、磯風、港木、途中合流は、その警戒と護衛に当たった。四日零時四十分、秋月が宅地区間は勝木が合流するが、同艦は午前四時に分離して、ラバウルへ向かった。伊沢少将は健在館二席、裏風。 五国丸を分離、先行して、ラバウルに向かわせた。11月4日午前7時、カビ園に到着。ラバウルより到着した軽巡ユーバリを含め、各館は、成長丸搭載物件と兵員を転載した。同日、伊ス津と磯風は食来して昇派。磯風はカビ園に残置された。ラバウルへは、中、伊ス津、ユーバリ、水なが向かった。 同日府をもって、第十七駆逐隊、磯風、裏風は南東方面部隊に編入され、第十四戦隊の指揮下を離れた磯風は内地開港、裏風はラバウル残留。輸送船団は十一月五日にラバウルに到着したが、ちょうどその日にラバウル空襲があり、ラバウル停泊中の従順洋艦部隊、指揮艦、栗田竹雄中将、機関方後、マヤ、 高尾、西条、千曲、阿賀野、第二水雷戦隊各艦は大損害を受けた。第十四戦隊、中、伊須津は、被害なく対空戦闘を実施、撃墜十五機、重複含むを記録している。十一月六日、第十四戦隊と五国丸はラバウルを出発し、9日にトラックへ戻り現体へ復帰した。海第輸送隊、のわけ、 三雲、冷枝丸、日竹島丸、新井丸は11月3日にトラック白地を出発しもののラバウル大規模空襲やアメリカ軍潜水艦に反復攻撃されたことなどから命令によりトラック白地へ引き返した。9日になり第四駆逐隊のわけ、毎風、三雲は輸送船冷枝丸を護衛して再びラバウルへ向かった。11月21日、アメリカ軍は ギルバート諸島、パラワ艦渉へ攻撃を開始、パラワの戦いが始まった。連合艦隊は、第四艦隊長官を指揮官として、パラワ増援部隊を編成した。支援部隊、第四戦隊、第七戦隊、第八戦隊、第二水雷戦隊、南洋方面航空部隊、補給部隊、第十駆逐隊、東余る富士山丸と共に、輸送部隊、指揮官、伊沢少将、 第十四戦隊、中、椅子図、ながら、第六駆逐隊、雷、響き、先艦隊潜水艦救石という戦力が、作戦に組み込まれ。二十一日、第十四戦隊はトラックを、出発、二十二日に、ポナペ島に到着して、陸軍部隊を、収容、二十五日に、クエゼリンに到着した。十六日までに、軽巡ながら、第六駆逐隊、雷、 響きは、クエゼリンに集結、第十四戦隊、中の指揮下に入る。こうして、ギルバート方面への逆上陸準備は完了した。だがタラワはすでに、アメリカ軍により陥落しており、逆上陸作戦は実行されなかった。タラワの陥落と、並行して勃発した、ギルバート諸島を気候空戦の敗北により、日本軍は、正海圏も正空圏も失いかけていた。 このような状況下、陸軍部隊の一部を各方面に転用することになり、3隻、中、いすず、雷は28日に、クエゼリン発、12月1日に、ミレへ到着した。12月5日、アメリカ軍機動部隊艦載機は、ルオットを襲撃し、軽巡2隻、いすず、ながらを損傷させ、多数の輸送船を撃沈、撃破した、マーシャル諸島を機航空船。 損傷艦はトラック白地へ開港された。2隻の損傷により、随反艦は雷のみとなり、2隻、中、雷は、ポナッペ島の陸軍部隊を塞い島へ転進させる、輸送作戦に従事する。輸送任務終了後の10日、2隻はトラックに到着して、マーシャル方面での行動を終えた。12月17日、空母随砲がトラック白地に到着。 随法から基地物件を受け入れた。19日トラックを出発し、22日いるおっとき。その後、アメリカ軍機の空襲によりサイパン輸送作戦は中止、24日にトラックへ戻った。1944年、昭和19年1月10日、第14戦隊司令官は伊藤健三少将から清田孝彦少将に交代する。松永一郎。 当時、中通信庁によれば、中は、内地祈祷の予定だった。2月16日、米線水管スケートの来撃で内地へ、向け開港中の阿賀野が竹淳阿賀野が、トラック白地北方で、航行不能となった。その阿賀野も2月17日午前1時45分、ついに沈没していった。中は、阿賀野の救援の加齢を受けてトラック島を出港したが、途中で、 アガノ沈没の連絡を受けてトラックに引き返した。なお、アガノの,の生存者は駆逐艦追い風や小海底に救助されている。2月17日未明、アメリカ海軍の第58任務部隊がトラック島を空襲した。トラックへ入りパク寸前、北水道を航行中だった中は空襲警報を受けて反転、外洋に出ようとした。だが、すでに、 アメリカ軍機動部隊に捕捉されており、午前7時に、艦光、爆走、約20機、9時に、艦爆十数機、正午に、艦爆、艦航、約20機、午後2時に艦爆4機の反復攻撃を受けてしまう。当時の天候は、全曇りで、うねりが高く、アメリカ軍機は雲を利用して、攻撃をかけてきたという。空母、バンカーヒル及び、 軽空母カウペンス艦再起部隊の波状攻撃を受けた。魚雷一本と爆弾一発が中の艦中央部に命中、艦全部、艦首から約50メートル、約1、4を喪失した。全部乗組員は総員退去となり、脱出者はカッターボートで中の後部へ移動した。対空戦闘を目撃していた小回転が中は環境切断。 今なお噴銭中と打電するほどの対空戦闘を続けたが、再び直撃弾を受けて浸水が進み、中は午後に時ごろに沈没した。地点。約二百四十人が戦死し、末沢義政艦長を含む二百十人は、小海底に救助された。トラック白地、北水道周辺では、空襲と米戦艦部隊の艦砲射撃により、第四二百十五戦乱より三隻。 練習巡洋艦カトリ、駆逐艦マフー、特設巡洋艦赤木丸が、沈没、駆逐艦一隻、の明けのみ、パン方面へ脱出した。第4215戦団と同時刻に北水道を通過した第27駆逐隊、しぐれ、春雨は、空襲により損傷しつつもパラオ方面へ、脱出していった。2月28日、末沢義正大佐は、 中艦長の職務を解かれた。3月4日、第14戦隊は解体され、清田少将、14戦隊司令官は、横須賀陳樹夫府となった。3月31日、トラック島空襲で沈没した、艦艇軍、中、阿賀野、舞風、立風、追い風、ふず等は、同日府で除籍された。また、姉妹艦の川内が、ブーゲンビル島沖海戦、 人数もコロンバンガラ島沖海戦で、すでに沈没しており、中の沈没により川内型軽巡洋艦3隻は、全隻喪失、官邸類別等級別表からも除籍された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。